殺しちゃった。ええ、死んだわ。人間って不思議ね。どうして？男が他の女を好きになったくらいで殺すなんて。人間の価値観なんて私たちにはわからないわ。そもそも恋愛というものが理解できないわ。生物の存続の中では重要なものなのでしょう。だとしたら理性が一番邪魔な存在だと思うわ。ここには人間の在り方について議論しに来たんじゃないわよ。わかっているわ。ところで、私たちの声はこの子に聞こえているのかしら。そうね。聞こえているのだったら手を挙げてくれる？じゃあ、始めましょうか。自首せずにこのままこの部屋を立ち去るべし。その根拠は？この部屋にいたら確実に警察に捕まって豚箱にぶち込まれてしまうからよ。極論ね。白黒つけないと私たちが話し合う意味がないわ。では私は天使として自首して罪を償うべきと言及するべきなのかしら。セオリーとしてはそうなるわね。それでいいのかしら。何を言っているのよ。罪を償うというのはどういうこと。自ら犯した間違いを反省することよ。この場合での間違い、つまり罪とは何。この男を殺してしまったことよ。それは違うわ。なぜ。人間界の法律にはこの男を殺すことが罪になるとは書いてない。人を殺したことが罪になると書いてあるのよ。同じことよ。全然違うわ。同じよ。違うわ。同じ。違う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 。同じ。やめて。落ち着きましょう。この子はただこの男を殺しただけ。法律なんて関係ないってこと？法なんて生物のエゴイズムの結晶よ。じゃあ天使としてのあなたの意見はどうなるの？あなたはあなたの思う正しいことを行ったまで。だから刑務所に入ることなんてない。逃げるのが得策だわ。結局私と同じ意見じゃない。そういうことね。でもそう考えると不思議なものね。何が。悪魔の私は彼女のしたことを悪とみなした上で逃走を促した。そうね。天使のあなたは彼女のしたことを善とみなした上で逃走を促した。そうよ。通った道は違っても行き着く場所は同じなのね。所詮善と悪なんていうものはそういうものよ。表裏一体ではないの。二つとも同じ面にあるのよ。だったら天使と悪魔に境界線なんてあるのかしら。ないわよ。そんなことはどうでもいいのよ。無駄話が過ぎたのね。さて彼女はどちらの道を選ぶのかしら。どちらの道も行き着く場所は同じだけれど。私決めた。
一瞬だったのね。ええ、結局彼女の行為は悪だったのかしら、善だったのかしら。それはあの子にしかわからない。でも一つだけ確かなことがあるでしょう。そうね。